から切れ目を適当に切ります。これはインゲン豆ですね。草入っとるやんけ。あと何入れようかな。これ桑の葉っぱですね。お茶にできるんで、まあ食べれるでしょう。多分。よし、OK。これナスタチウム。ちょっと辛くて美味しい葉っぱです。これも適当に。この辺は全部レモンバームですけど、レモンバームは多分美味しくないよ。入れても美味しくないよ。赤みが欲しいね。まあいいか。火通していきましょう。ここで蓋します。トマトがありました。できました。いただきます。うまい。